こんにちは、レイセンです。今日は2月19日火曜日になります。絶食30010日目ですね。天気は雨降ってます。久しぶりに雨で、睡眠時間は5時間半プラス、あとまあ布団の中入ってね、いろいろ考え事とか、まあグダグダしてたって感じ。まあグダグダって言うと言い方悪いけど、ゆっくりしてた。そんな感じだね。まあ午前7時ぐらいに起きたんだけど、そこから11時までだね。11時までは布団の中で、まあゆっくりしてたってところです。おそらく撮影した映像では寝てるように見えるかもしれない。でも完全にこうやって睡眠に入ってる状態ではない。ないって言っていいと思うもんで。まあそんなところだね。ゆっくり、まあ心をゆっくり、まあリラックスするために、布団の中で、まあいろいろ考え事とかね、まあいろいろやってたってところです。で、尿回数2回出てます。で、時間は今、午後1時5分だな。もうこんな時間だね。気がついたら。で、今日も 1.5 から 2.5 の間、これでやっていく、いきます。で、すごい大豆、すごい大豆を使う。キッコーマンの無調整豆乳ではなく、今日は、大塚チルド食品のすごい大豆だね。これを使った、豆芽ミックスと豆芽ミックスを飲んでやっていく。で、朝1杯目とラストは豆芽ミックスにする。これはグリーン豆芽、もしくはコレッジ豆芽だね。で、真ん中は、豆芽ミックス。アップルかな。まあ、アップルがあったかな。まあ、その辺でやっていこうと思ってます。まあ、そんな感じかな。そしたら、絶食300、10日目、始めていきます。今日の一杯目、作っていきます。カゴメの野菜生活100、グリーンスムージーですね。グリーンスムージー。これを、250。は賞味期限3月25日なんで、あ、全然いいね。これちょうどかや。まあいっか。ちょっと微妙に残ってるけど、一応ここまでだね。で、大塚チルド食品のすごい大豆、すごい大豆、北海道ですよね。無調整タイプ。北海道産大豆 100% 使用で、普通の作り方じゃなくて、丸ごと大豆の粉を使って作ってますよっていう、そういうタイプだね。これはだから濃いやつね。で、これを250、こんな感じだね。で、どうしようかな。味見ようかな。あれ、味見、前見たっけな。どうだっけな。すごい大豆のグリーン豆芽。作ったか、覚えてねえな。覚えてないや。どうだったっけな。で、うまいね。やっぱクリーミー感が違うな。クリーミーだ。すごいミルク感っていうのかな。すごいね、なんていうのかな。雑味のない、いい感じのクリーミーさがあるっていうのかな。なんとも、ミルク感。ミルク感が、キッコーマンの無調整豆乳より高い。明らかに高い。うまい、うまいね。したらこれ飲んでいきます。
2杯目だね。まだ2杯目だよね、今日。で、ちょっと待って。うん、2杯目だね。で、オレンジトーカー、アップルトーカー。ファミリーマートのアップルを使ったアップルトーカーですね。これ、作っていきます。で、ファミリーマのアップルを250。この時間で2杯目ならもうバンバン剤だね。あと夜、うん、夜だね。で、大塚チルドのすごい大豆ですね。これ。これを250。あれ？ちょうどか。ちょうどだな。ちょうどだよな。うん、ちょっとのはずだよな。うん、昨日2杯使って昨日1杯か。昨日、うん、1杯と150だもんな。で、朝1杯だから2杯で3杯750850。789。あれ、いいよな。750。あ、入れすぎたか。ちょっと入れすぎたか。入れすぎたな、これ。あれ、200、500だら。650、700、800、900、1000、300、300入れちゃったな、これ。あちゃ、やっちゃった。300入れちゃったな。しまったな。うわ、どうしようかな、どうしようかな。どうにもならんな、どうにもならん。まあいいや、どうにもならんな。これ300入れちゃったな。せっかく計算よくやったのにな、昨日150入れて。まあしゃあないな、しゃあないな。3杯目50抜こうかな。450で作ろうかな。そしたら 1.5 リッターになるもんでだな。それでやる、そうするだな、そしたらこれ飲んでいきます。グリーンスムージー、革命のグリーンスムージーを使ったグリーントーヤですね。これラスト3杯目。いいね、このペースはいいね。午後7時回ってからラスト3杯目を取るようにできたら 1.5 リッター絶食目指せるっていうか、なんで、まあ、その辺でやっていきたいところだけどね。大体5時間で1本。5時間で1杯だね。5時間で1杯。取るようにできれば 1.5 リッター絶食いける。けどね。午後2時と午後7時だね。ここで作ることができれば、1.5 リッター、うん、よいしょ。で、すごい大豆だね。これをさっきの200、さっき300入れちゃったもんで、ここは200だね。200入れとく。450っていう形にはなるけど、まあ50減らして、
どの辺、この辺かな、この辺だな。200減らして、でこれです、 1.5 リッターだね今日は。したらこれ飲んでいきます。おはようございます。もう昼だけど、いつものごとく、今11時54分ぐらい、もうじき昼ですね。そしたら今日もウイロウレ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面ですね、側面と背中。67ですね。まあ大体血圧測っていきます。104-75です。今日の結果報告です。今日は天気雨ですね。今日久しぶりに雨降ってました。あ、いいね、やっぱ雨気持ちがいい、あの空気で。睡眠時間は5時間半とってます。午前1時半から7時までの5時間半で、その後、午前11時頃までは布団でゆっくりしてたんで寝てはないけど布団の中で考え事してたっていうところですね。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。飲んだもの、野菜ジュースは 500ml、豆乳が 750ml で、果物ジュースは 250ml で、水は0ですね。で合計が 1500ml で、水0のため実質も1500っていうところです。だから今日も 1.5 リッター絶食達成ですね。達成です。これで、4日目 ?1、2、3。4日目だね。いい調子です。で、尿回数は3回出てます。濃さは薄め、あと平均的な濃さ。量は平均的な量っていうところです。大便は0回ですね。今日も大便出てません。おならは時々小さいのがあり。で、匂いはなしってところです。で今日の計測時間は正午12時10分頃に計測しています。昨日よりも10分ほど早い、ね、10分ほど早い、まあほぼほぼ同じ時間帯って言い方でいいでしょう。体重は 58.50kg、 マイナス 0.1 キロの減少です。まあ 0.1 キロなんでそう変わってないっていう感じですね。で BMI は 18.5 で変化なし。体脂肪率は 12.0% で、こちらも変化なしってとこです。安定してる。体重、体脂肪率ともに安定してる。いいね。1.5 リッターやってて安定するならいい。で、前もでも 1.5 リッターで 0.1 キロぐらい、なんか微妙に減ってったよね。微妙に減ってったよね、確かね。まあでもとりあえず 18.5 だから、いい感じですね。で血圧が 104-75、 最高血圧プラス2、最低血圧変化なし。だからまあ血圧も変化ないってところです。だけど、脈拍が75でプラス6だね。
飲んだもの、飲んでるものは1500で変わってないのに、脈拍が今日ちょっと高いね。高い。よくわかんないけどね。ただなんか、ちょっとね、なんていうのかな。動機っていうのかな。ちょっと、完全に断食した時だね。断食した時って、ちょっと動くとね、心臓がバクバク言い始めたりするんだよね。動機息切れみたいな。あれにちょっと近い雰囲気のようなものがあったもんで、その影響かもしれないっていうのがありますね。取った量が1500で変わってないのに、で血圧も変化なくって脈拍だけ上がるっていうね。その可能性と、なんかちょっと動機、もう少しなんか動機みたいなものがあるなっていうのがあったのと、その可能性と、もう一つはね、ちょっと尿意だね。なんかね、小便だね。小便が出そうで、でも出ないみたいな。なんか出そうな感じがあるんだけど出ないみたいな。そんな状態。でね、尿意を我慢、少しでも、わずかでも我慢するとね、もう血圧計のね、数字ってね、簡単に変わっちゃうんだよね。簡単に変わっちゃう。ちょっと我慢するだけで、尿意をね。多分ね、尿意があったらすぐだ、出した方がいいんだ。出してから計測した方がいいんだけど、なんかね、出そうで出ない感じなんだよね。今日の尿意がね、出そうで出ない感じっていうね。あ、なんか出そうだなと思ったら、なんかすぐ引っ込んじゃって。でなんか出ないなっていう、そういう状態で、今日測ったもんで、その可能性で、その可能性もあるっていうのかな。それによって、ちょっと脈拍が高くなってる可能性があるってとこですね。あと5ぐらいだと誤差の範囲内っていう、見方もできるけどね。この辺はもうちょっと長くやっていくと見えてくるっていう。明日とかね、明日とかの数字も同じぐらい75だと、なんだろうこれっていう風になるし、明日ストーンと落ちたら、昨日のやっぱ誤差だったかなっていう風になるし。そんなところです。で、ウエスト67センチで変化なし。大体67ぐらいだったね。67.2 ミリぐらいかなってきましたけどね。そんな感じです。で、今日の気づき。今日も別に気づきはないけど、顔の状態はね、やっぱ昨日よりは明らかにいいね。昨日はなんか目のこの下とかのシワとか、なんか肌もちょっと疲れた感じがあったけど、今日はそんなこともない。なんかいいじゃん。ちょっといいじゃん。昨日よりは明らかにいいじゃんって思ったんで。なので、一つはシャイン&シャインのストロベリーミックスだよね。あれが、体には負担になってる。で、老化に、落ち込むっていう可能性と、それが一つ目だな。で、もう一つ目は、ラストだね。ラスト。今日はラストにグリーントーヤ飲んでるもんで、これがやっぱり大きいんじゃないかなって思う。やっぱラストだね。ラストはトーヤミックス。トーヤミックスを必ず飲む。その方がいいな。今日の状態、なんだろう。1歳ぐらい若返ってるかって言われるとわかんないけど。あと、喉の状態もね、なんかやっぱちょっと詰まる感じはやっぱ依然としてあるはあるんだけど、だから少し良くなってるような印象がある。少し良くなってる。まだ詰まるけどね。だから、やっぱり1.5 リッター絶食で、で、ラストにはトイミックスだね。このやり方、パターンがいいんじゃないかなと思う。あとね、脈拍が高い理由としてね、もしかしたらすごい大豆。大塚食品のすごい大豆。大塚チルド食品のね。このすごい大豆はね、普通の豆乳の作り方じゃないんだよね。大豆を粉にして、その粉をそのまま使って豆乳を作ってるもんで。いつもの豆乳とはちょっと違うんだわ。濃さが全然違うんだわ。濃さっていうか、もう内容が違うっていうのかな。これだもんで、それがもしかしたらこの脈拍に、影響を及ぼしてる可能性がありますね。この可能性の方が高いかな。高いかもしれないね。すごい大豆。で、体重もそんなに変わってないっていうのも、もしかしたらこのすごい大豆の効果かもしれないよね。
その可能性がありますね。で、一応ね、新しくね、ちょっとネットで見てたらね、新しい、ま、あの、1リットルで300円ぐらいのね、ちょっと美味しそうな豆乳見つけたもんで、で、それをとりあえず買ったんだよね、買った。で、明日以降に来ると思う。明日来るかちょっとわかんない。明日か明後日か、まあそれぐらいには届くと思うもんで。そしたら、それは、実験してみる。ちょっと飲んでみる。うん。まあ、それが良かったら、その新しいやつが良かったら、ちょっとすごい大豆は、まあ、今後どう買うかちょっとわかんないけどね。値段的には同じ300円ぐらい。うん。まあ、いろいろ試してやってみるって感じだね。いろいろ試して。で、1.5 リッターの絶食がしやすいやつ。例えば、すごい大豆はやっぱ大豆の粉をそのまま使ってるだけあって、お腹の腹持ちがいいもんで、1.5 リッター絶食がしやすい。その結果、若返りやすいっていうふうに。まあ、まあ、結論になったら、そういう結果が得られたら、そしたらすごい大豆使っていくし、で、他のやつ、新しく今度買うやつとかが良かったら、それはね、九州の福豊か 100% のやつだったね。それが良かったら、そっちの方を使うし、まあ、いろいろちょっと試してみる感じだね。今、おそらくね、今現状で一番1.5 リッター絶食をやるのにいい、豆乳は、この大塚チルドのすごい大豆だな。間違いなくな。これが一番良さそうだ。うん。あと新しいやつ試してみて、どっちを取るか。まあ、両方交互にちょっと使ってみて、やっぱこっちの方がいいなとか、こっちの方がいいなとか、あれば、そっちを優先して使うって形にしていこうと思っています。まあ、そんなところですね。そしたら、絶食300、10日目完了です。それではまた、明日。